曹操は白狼山で遠家を根絶、華北の体制を盤石なものとした。病を押して指揮を取り続けた閣下の働きが実を結んだのである。閣下は一時的に危険な状態になるも、無事に回遊し戦列に戻った。そして同年、時を置かず曹操は南進を開始。手始めとして今は慶州に身を寄せる劉備討伐の軍を進めた。劉備、時に共に戦い、また時に自分に対し牙を剥いてきた男。今は弱小だが、いずれ時を得れば強大な敵となり得る。曹操は曹仁を先行させ、万全の体制で劉備討伐に臨む。しかし曹仁は思いがけず苦戦を強いられていた。危惧していた劉備の時はすでに到来したというのか。夏侯惇、張衡、李典、郭嘉が慶州深夜に英雄を問う。各方向勝利は確定かな。なんとまあ、うからよかうで。いくら関羽が戻ったって劉備相手に苦戦する曹仁ではない。確かに。しかも今回は八門僅差の陣を敷いたわけですからね。だが押されているらしい。その八門僅差を仕掛けながらならば理由は明白だ。向こうにも軍師を打つ。それはこちらの手を見抜くほどのね。劉備の軍師か。美しい陣をかき回して崩す、野暮な敵もいたものですね。遅くなってすみません。俺ってばダメ男。ああ、状況はどうです？これはまた面白い戦になりそうだ。皆さんお揃いのようで。では、俺の方から状況の説明を。ああ、劉備を撃つんだな。了解。さ、行くか。李典殿、お得意の勘は合ってる。だが、まずは話を聞いてくれ。先行した曹仁殿が難儀をされている。どうも劉備に切れ者の軍師がついたらしい。そこで、まずは曹仁殿の支援。で、その先は李典殿の言う通りだ。そういや聞いたことあるぜ。この辺に画廊って天才軍師がいるんだよな。まさかその画廊が劉備に組したと。ならば私たちの動きも読まれるのでは。さあそこで劉備を撃つためにまず軍師を捕まえる。手間だと思うだろうが、それが確実だ。ここは慎重に慎重に行きましょう。角下殿、あんた大丈夫かい？まだ休んでいた方がいいだろうに。今日は倒れたりしないよ。心配してくれるのはありがたいけれどね。それに戦わねば呼ばれないだろう。勝利を祝う宴に。なるほど、これは大丈夫そうだ。よく戦場に戻ってくれた、閣下殿。劉備に軍師がつくとは実に厄介だね。まあそれが画竜かどうかは分からんが。この戦必ずや関羽も出てくるだろうな。毛徳の恩を仇で返すような真似を。まあ敵であればこそ切れるというものか。関羽め、
首を洗って待っているがいい。まあ嫌な感じの戦だな。負けるって感じじゃないけどな。まあ宗神殿をさっさと助けよう。それでなんか変えられるかもな。俺八門僅差の舞台を台無しにするとは、劉備とは本当に無粋な方ですね。ですがご安心ください、趙春雅、この戦を美しく塗り替えましょう。劉備に軍師がついたか。宗神を苦境に立たせるほどの才、一度まみえたいものよ。敵の軍師、なかなか知恵者のようだね。面白い。そろそろ行こうか。楽しい戦いにしたいものだね。はっ。まずは宗神殿の救出だ。今か。急ぎ八門僅差の陣に挑め。八門僅差の陣をここまで確認させる。なかなか面白い。一目会ってみたいものだ。はっ。八門僅差は変幻自在の陣。今から、それだけに些細なほころびから崩れもする。中では俺の言う通りに動いてくださいよ。ベラが救援どころかこっちが危なくなる。少し崩れたところで陣はまだ生きてる。これじゃ俺たちは迂闊には踏み込めない。多少遠回りにでも西側を回るが、中央へ行くにはそれしかない。あなたも突撃せよ。規制を上げて攻めかかるのだ。そろそろ上げようか。手間を取らせてくれたもんだ。けど
これで敵の攻めは読みやすくなるね。敵将討ち取った。今すぐ、今すぐ。よかった、無事のようだ。ここからは攻勢に転じようか。救援かたじけない。九死に一生を得るとはまさにこのこと。今を上げようか。はついに軍師を得た。楽しみ。飛躍の機回はさせん。劉備に着くとは先の見通せない軍師だ。今だ。やはりあんたのそばにいれば俺はあんたに。今だよ。こっちの話だって気にすんな。拙者が相手だ。勝負してもらおう。持ってされたいのか。そうするところであった。うん、序者は陣を打ち破れなかった。そろそろ上げようか。ならば我ら敵を打ち払うぞ。独特流しとけ兄者。戦は頭じゃねえ、腕と腹でするもんだぜ。やれやれ、怖い二人が出てきたか。ここは二手に分かれて当たらないと。両方の身で軍師に関羽の相手か。うん、実に楽しそうだ。今拙者は、拙者はまだ強くなる。何見てんの。惜しい。落とされたいのかね。受けていただこう。着ていこうか。
ただこう。敵将討ち取った。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありません。今から せっかくだから見てみましょう。同じ軍師として曹操殿があの男をどう評するかも知りたい。ジョジョと言ったな。八門金さんに対し振るった知略、なかなかのものよ。何がなかなかだ。結局俺は陣一つ破れなかった。いや、劉備殿は逃げおせた。それで十分か。あとは彼らがうまくやってくれる。きっと俺よりも。俺の役目は果たせた。残ったこの命など好きにしてくれ。ふん、その程度の気概か。知恵はあってもこれでは子役人程度にしか使えぬか。子役人、それが波動を行く者の目に映る俺か。なんと小さい。それでも、だとしても俺はこの地で乱世を終えるための力となりたかった。ほう、見据える先は子役人のそれではないか。乱世を終えると言ったな、ジョジョよ。その願い、わしのもとで叶えよ。俺を使うと？ああ、使う。お前もわしを使うがいい。わしと来い、ジョジョ。承知しました。ならばまずはこの縄を。今新たな生を得ました。
上現直曹操殿のもとで乱世を終える力となりましょう。